お願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お待たしました。55分最低になります。お願いいたします。おはようございます。おはようございます。ます終わったー。15人ぐらいしか並んでないのに。 14番って終わったもう取れないなこれうわーマジか取れない多分これは若いやつ普通に若いやつが結構いるから多分取れないなこれは。 いいや一応入るけどもうこれ無理だね多分取れないみんなだって行くでしょこれ泡盛1台しか入ってないの今日新台なのよであの新装初日だから内部的に MB が成立してない状態なわけですよそのホール側が対策しなければ回さなければ、うん、期待値だって相当あるでしょ期待値1万くらいあるんじゃないのうん <laughs> いや1万以上あるでしょ 期待値多分1枚以上あると思うんですけどうん1台しかないんですよで1台しかないから多分ね対策しないと思うんだよねでしかもここの店、まあ、もうすげえ昔だけどあのリノがね真相だったあのほらえっ、ー、と5号機のリノあるじゃん5号機の,あのス,スーパーリノの前の普通のリノよあのト,トマト揃えてエレンチャンモードというか あれに行,く行こうっていうか、まあ、正確には通常モードなんだけどに移行するやつあの深層のリノをあのを6台くらいだったかな6台から8台ぐらい寝台で入荷して多分だけど全台リセットして出されてたんで俺もうそれね抽選受けて座ったんですよそしたら普通にあのトマト引かないですぐボーナス来てで周りもあの。 前代中確か1台か2台ぐらいしヒットして,してなかったから多分前立腺なんですよね、うん、12台ぐらいはほらそのままボーナスしかないで確率上落ちるじゃないですか,か多分じ,じゃあ前立腺じゃねえや前立腺じゃなくて前代そのあのホール側が回さないで対策しないで初期出荷状態で内部 MB が内部,エ内部 MB つまりはトマトが成立してない 状態だったんですよ、うん、で初代リノだとまあ、期待値が大体1万2,000ぐらいでまあ600枚ぐらいあるじゃん数リノだと1,000枚ぐらいあってでこれ泡盛がまあ多分これもどんくらいかな1,000枚まではないと思うんだけどまあ多分500枚以上は絶対期待値あると思う多分6700枚ぐらいなのかなうん。 でこんなの1,000円で分かるじゃん1,000円打てばまあかかっても2,000円ですよね分かるんであちなみに20スロスすけど <laughs> うん、うん、で多分だけど対策してないと思うししかもまあね結構あれから客いなくなってるんでこの店もしかしたら対策してる可能性もあるんだよね昔リノとかそうやって未対策だったんだけど でも1台しかないし同性寝台で1台あたりのそのね前,前代まあ言うてもその時客引個いたんだけど前代あの対策してなかったから言うても1台だったらおそらく対策しない可能性が高いと思うのでそうで仮に対策されてても結局1,000円2,000円しか回さないわけだからほぼ負けないじゃんそんなの、うん、1,000円2,000円でしかも普通に設定1位で対策されてても 来ることだってあるるるしし普普通に普通にに来ることだってあるしあくまで期待あのペイアウトがどんくらいだっけ97仮に97だとしても1,000円分ぐ打ったぐらいじゃ本当数十円数百円しかマイナスにならないし長い目で見たらトータルでね。でそれであの1回もし対策されてないんだったら期待値絶対500枚以上は間違いなくあると思うんでまあ普通に考えて期待値はあると思うんですよ。うん <laughs> うんだって100回に1回100回に1回対策されてないのを打っただけでも多分トントンぐらいとかプラスになるぐらいとかじゃないうん <laughs> 機械割97%で30ゲーム回したらえー、っと1000円の3%でしょってことは30円か。 違う30円で合っ、うん、1,000円回して平均的に1で負けるのが30円だわけですよあの97%だとしたらでまあ仮に1,000円で判別したとしたら設定一の対策済みの100台売ったって30円300円3,000しか負けないわけじゃん、うん、あっ100台に1台でも余裕で期待値プラスじゃんそう 設定 1, 1を設定1をねあの対策済みのを打ったとしてもその30ゲーム100台打って仮に90機械よりいくつだか忘れたけど97パーだとしても100台打っても3000しか曲げないわけよトータルで見たら。うん アワモリが確かループ率が90%あるらしいんですよね。でビッグが130枚のレギュラーが何枚だっけ ?80 枚90枚ぐらい。で比率がどんくらいなんですかね。まあでもほぼビッグ6のレギュラー4ぐらいだと思うんだけどあんまちゃんと調べてないんだけど。うん。でもまあ普通に平均的に言ったら。 多分ボーナスの平均獲得枚数って100枚前後だと思うんで,でなんか一応なんか完璧には出てないみたいだけど13分の1ぐらいでボーナス来るらしいのでその内部 m b 成立してないとで内部 m b が成立してないとあのリプレイ確率が低いんでその分ちょっと回んなくなるとは思うんだけど、まあ、そんなのビビたるさだしで平均13ゲームかかったとして、まあ、1回ボーナス引くまで。 うんまあ20枚ちょっとぐらい使ったとしてもでそれで、えー、っと100枚から20枚引いたとしても80枚でしょで80枚1回の,そのボーナスのループで80枚取れたとしてそれが90%ループ平均9回来るってことは9波70に720枚うんってことはまあ大体1万45,000ぐらいは期待値多分あると思うんだよねうん1だとしてまあざっくりした計算ですけど うん。<laughs> でまあ最後にねその30ゲーム30ゲームってちょっとあのお落ちるとこ回したとしてもでもそこもあくまで落ちてたとしても30ゲームぐらい回しても結局マイナス30円ぐらいだから1だとしてもうんまあ1万4四0 0ぐらいは多分鍛えちゃうんじゃないのかな。まあ、ちゃんととしたボーナス比率とか あとビッグとレギュラーのちゃんとした獲得枚数がうろ覚えなのとあと比率が完璧に分かってないからまあ完璧な期待値は出せないけどでも大体そ,そこら辺前後多分1万5,000円前後の期待値はあるはずざっくり計算しても、うん、<laughs> まあその内部 MB 成立状態だと大体1,000円あたり まあ50万あたりだいたい30ゲーム前後回るらしいんで、うん、まあでも多分もうこれ取れないっすね14番じゃ取れない絶対だって若いやつがさ前にい,い,いるからもう絶対取られるわ絶対だって考えることみんな一緒だからね考えることみんな一緒でしょ絶対取られると思う しかもさこんなさなんか別に狙い台とかないわけよなんか特定のイベント日とかでもないし前日そんな朝から打てるような台が前日あったわけでもないんで絶対もうみんな,なあの泡盛の多分真相の内部 MB 非成立の台を多分狙,狙いに来てる人多分何人かは絶対いるはずなんでで若いやつもいたからなんかおじいちゃんみたいな人は絶対ねあの基本狙,狙うっていうか多分分かってないから多分分かってない可能性が高いから狙わない人もいるだろうけど。 若いやつでこの時間からね抽選受けに来るって多分そういうことだから、うん、<laughs> 最近勝ってるいやだ普通にパチスロとかは普通にトータル勝ってますよあっさんありやすお魚ありやすでももう14番なんか多分取れないわこれ。 絶対取れない15人ぐらい並んでて14番だったからねで若いやついるからもう多分無理だ取れないっすこれうんあ <laughs> あーせっかく来たのにな取れないなこれねまあこんなもんだよねパチスロの立ち回りなんてこんなもんだよ狙い台があっても結局勝てるような状況だったらみんな取りにくる狙いにくる人絶対いるからね大体まあ絶対ではないけどかそってる店とかだったら、まあ、ここ結構かそってるんですよこの店昔すごい人いたんだけど もうあんま今人いなくて特定のまあ旧イベント日みたいな時は多少人いるけどでもそれでもなんかもう前代埋まるとかそんなレベルではない <laughs> うん <laughs> あと近隣の店がね今日特定のイベント日みたいな日なんで。 あそっちに多分流れてるのもあるのかもしれないですけどあすいさんだっす <laughs> マンタだっす <laughs> まつ毛長くてうられましいあそれはよく言われる俺まつ毛ね長いんすよこれ天然ですよこれ別につけまつげとかそういうやつはやってないんですけどまつ毛長いとはめっちゃ言われるこれ天然なんですけどねあすいさんマンタレンチャーだっすれです ありがとうございます <laughs>、はあもうほら取れないっすね打てないわまあ一応入るけどねうんパスチョウ代金は親に回ってるいやだから俺パチンコパスチョウは勝ってるから長い目で見てちゃんと立ち回ってるからうんえそもそもさ なんか俺が負けてるとかなんかその親に出してもらってんのとか言ってるやつってそもそもあわ泡森のねっ信初日の内部 MB 非成立狙いって意味分かってる分かってないでしょ分かってないでしょあなたねえ <laughs> 意味分かってないでしょ絶対に俺が勝ってないとかあのそのお金パソンのお金どこにから出してんのとか言ってるやつ意味分かってないでしょそもそもうん いやそあのさちょっとパツスロの仕組み理解してから発言してもらっていいですかうんマジであさこれ普通に勝てる立ち回りだからね、うん、明らかに明らかになんかここはもう絶対100%パーほぼ100%パーに近いぐらい対策されてるっていう状態だったらどうかわかんないけどここの店って過去にしかもねあの初代リノの初代リノっていうか初代リノってなると4号機になっちゃうけど5号機の初代リノのあのー 8台ぐらい導入した時全台そ,そらくラムクリラムクリじゃないやあの対策されてなかったんですよ MB 引くまで、うん、MB 引くまで店が回しつつ対策をおそらくしてなかったんでそんな店だからワンチャンあるんですよしかも1台だけだしさっきも言ったけど設定1のね機械よりが97パーだとしても設定1の、あのー、青森を30ゲーム朝一打っても100台それを打っても あの理論上3,000ぐらいしか負けないんですよ。うん、理論上。でもしそのアワモリの,あの対策されてない初期出荷状態の内部 MB 非正率の台だったら期待値的に1万5,000ぐらいあるんだよ20空。まあちなみに20ラだけど。どう考えても勝てるからね。<laughs> どう考えても対策されてない可能性が。 あの100台に1台の割合だとしても期待値あるし全然うんで過去にそういうリノのねそういう未対策の店だし普通に考えて期待値はかなり高いうん <laughs> うん負けてる分はないことになっていやないことになってねちゃんとトータル計算してるわあのさパツスローさお前も知らないだろう うん、あのさ知らないやつがさなんかあだこで言ってるのバカじゃないの本当にああ水産ですイルカさんですありがとうございますラッターセギョ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 えこれマスク逆うそでしょあ,ありがとうございますまあ逆じゃねよえよえ逆これいや逆じゃないわ、うん、パチスロ知らないやつがさなんか語ってるのがもう 肩払いたいたんですけどマジで <laughs> 何も分かってないやつが言ってるからさどう考えてもこれ勝てる立ち回りだからねうんパツスロ詳しい人だある程度知ってる人だったらもう誰でも分かるあこいつ勝てる立ち回りしてるなってお前ら何も知らないでしょパツスロある程度知ってる人だったらこの立ち回り勝てる立ち回りしてるっての分かるけどお前ら何も知らないくせにさ恥ずかしいよマジで、うん、無知は黙ってた方がいいよマジで。 恥ずかしいから分かってるやつらからしたら「あこいつらマジで分かってないバカだな」って何も分かってないほざいてるなっていうとしか見えないからあー水産レンチャーだっすあれっすお魚レンチャーだっすあれっすありがとうございます,す,います,、うん、いますはい1円単位でずっと収支つけてないのに分かるかなバカだなこいつ <laughs> こいつバカだろマジで。<笑><笑> えてかさそもそもさあのー、何もう何回も言ってるけどあの別に俺パチンコパチスローとかはマジで生涯収支3,000万以上余裕で勝ってる3300万ぐらいは勝ってんじゃない多分うん勝ってんのに金がないのはなんでいやだから何回も言ってるけどこれってあの3300万ぐらいって生涯収支なんですよ俺のこれもう何回も言わせないでよ もう大体16ぐらいから打ってるんですけど時効だから言うけど16から36まで打って20年間の障害収支が多分3300万ぐらいう、まあ、ちに行ってない時,時とかも結構あったし死ぬ気であればもっと全然プラスになってたと思うけどうんまあい必死になってやってたけどねでさ別にさじゃあ20年間サラリーマンがこれ何回も言ってるけどサラリーマンがさ20年間働いたら年収300万のサラリーマンだとしたら6000万稼ぐわけよ。 6,000万稼ぐわけじゃんサラリーマンが30年あ20年あい、えー、と年収が仮に300万だとしてあのー、20年働いたら6,000万か6,000万稼ぐわけじゃんじゃあそのじゃあ20年間働いて6,000万サラリーマンが稼いだけどその6,000万どこに行ったんですかって言ってるのと一緒よそれは使うだろっていうそれは使いますよねって話じゃんあーあれすよ水産レッチャーですあれすよ 別に稼いでるると今現在が金が金あるってのは関係ないのよ、うん、例えば芸能人とかもそうだけど芸能人とか、まあ、別に他の社長とかでもそうだけど例えばじゃああの一時めちゃめちゃ稼ぎましたじゃああれだよじゃあ分かりやすいようにあれでいいやあのあれ小室哲也でいいや小室哲也なんて一時ねあねほらめちゃめちゃヒットしたじゃんめちゃめちゃ日本であの音楽がヒットして作詞作曲した曲がさ あいろんな,なんかこうねあの売れたアーティストの楽曲とかやあの提供してたじゃないですかでそれであの一時なんか200億ぐらいあったらしいんですよ貯金がでも小室哲哉ってもうお金もう一文無しになったじゃないですかでも小室さんあんだけねアホみたいに稼いだのになんで貯金ないんですかって言ってたと一緒なんだよ、うん、別にそれ以外でなんかさ使っちゃうことってあるじゃないですかてか使うじゃん基本てか逆にそんな10年30年使って稼いだ金が 稼いいいだ金をビタ一文手つけななまずありえないしそもそもそそもそもがありえないんですけどであとはその人によってどんだけねその稼いだ金を貯蓄するかそしてなんか浪費しちゃうかっていうのはその人の性格というか考え方じゃないですか,か稼いだ額イコール貯金額っていうのは別に必ず比例するわけじゃないんでそう結局あの他に出てくるものとかがあるわけじゃん、うん、ああ水産レンチャードすありがとうございます あ小室300億だっけなんか200億だか300億だか忘れたけどなんかそんぐらい貯金あったらしいよピークで、うん、絶頂期でもう本当に200億だか300億だか貯金あったらしいですよそれを全て使い切ったらしいからね <laughs> 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 <coughs> じゃあさ世界の池上くんはさあなたじゃあ年収いくらお前多分無職だと思うけど じゃあ多分あのね無職だって俺の配信にずっと粘着するんだから、うん、じゃあ生ポでもいいや君がじゃああの20年間年収平均年収いくらあなたそれ教えてとりあえずうん年収68万え年収68万円 <laughs> 嘘でしょ <laughs> そんなのさそんなの年収68万っててめえどうやって生きてんだよバカじゃないの、うん、どうやって生きてくんだよ年収68万でねえ でもあなた多分生ポだかなんだか知らないけどずっと連の配信粘着してるじゃんうんねえ自営年収68万とかやめた方がいいよバイトのがマシじゃんバイトっていうかさ普通にパートとかあいっぱい出た方がもっと稼げるんじゃないの <laughs> まあ金が全てじゃないけどね自分がやりたいことだったらあれだけどでもさすがに年収68万じゃさ食っていけないでしょさすがにうん さすがに食っていけないでしょうんいやマジで <laughs> やめた方がいいよマジで、うん、じゃあまあいいやじゃあ仮に君が年収68万じゃあ分かりやすいに計算しやすいように70万だとしよう、うん、じゃあ70万だとして、えー、っと10年間で700万、えー、20年間で1400万稼ぐわけじゃん君はね仕事でね まあ仮に20年間ずっとその年収があの一定だったらの仮定ですけどじゃあその20年間で1400万あなた稼ぐんですけどじゃあその20年間で稼いだ1400万あなたあります持ってますちゃんと1400万ピっちり貯金してますそれと一緒よ言ってるのってそれと一緒だからね分かってるもうちょっと頭使った方がいいよバカすぎてうんバカだからもうちょっと頭使った方がいいよあなたがじゃあ年収、ね、70万で20年間与えたら1400万になるわけじゃん じゃああなた貯金1400万ないとおかしいですよねって話それと同じことをあなた言ってんのよ俺にわかるちょっと頭使えよバーカ、うん、頭悪すぎでしょ、うん、ほんと頭悪いよななんでそういうさ当たり前のことをすら頭が回らないんだろうっていうバカすぎでしょマジで、うん、<laughs> まあそんなこんなでね はい、えーわーわー言うとりますけどまあちょっとね、まあ、多分もうとれないと思うんですけど一応まあ,あの入場するんでこの一枠で終わりたいと思いますまふわっちゅってパチスロ配信禁止だしっていうかそもそも店の中で配信したら多分電話されるからできないんだけどそもそもできないけどということでこの一枠で終わります はい、あ、ということでねうん <laughs> 俺は家賃も払ったし食費も払ってるし光熱費も払ってるいや逆にさ逆に俺聞きたいんだけど何それ全部自分が払ってたとして年収68万であなたどうやって生活してんの <laughs> あのさ水道光熱費家賃食費 全部合わせてだって年収68万ってかなりやばない1か月あたり6万もいかないぐらいじゃんうん逆にやば,やばくないぞの生活あ水産やったー石油石油イルカショーやったやったやったーめっちゃ来てるありがとうございますやったーありがとうございます水産あれっすやったぜ石油あれっすえ逆にさ68万ってさ やばくないうんだって <laughs> 1ヶ月6万いかないぐらいじゃないですかその1ヶ月6万いかないぐらいでしょ君の収入ってどうやって生活すんのそれでうんいやマジでそれで水道ね光熱費家賃食費とか全部払ってんでしょどうやって生活すんの逆にどうやって生活するのか逆に知りたいんだけど 水産レンチャーですやったーありがとうございますどうやってそ生活するんですか逆にマジでやばくないそれあすいさんレンチャーですありがとうございますありがとうございますレンチャーですありがとうございます貯金あります 設備投資の減、えー、価償却で一時的に低いだけですけど、えー、もっと会計のこと勉強してください会計の知識あれば簡単にわかることですけど、えー、貯金あります設備投資の減価償却設備投資の減価償却でってことですかほうほうほうあだからその初期初期投資ではないけどなんていうのその まあ要するにその初期投資段階ってことでもそれってさあなたの言い方がわいけないよね明らかにうん明らかにあなたの言い方が分かんないあ,あれ悪いっすよねだってさ年収60あお前いくらなんだよ年収って聞いた時に68万ですって言ってさじゃあさそのさ今ってさそのなんか設備を整えててそっちの経費にあのお金がかかるからあのそっちの経費の方にお金使ってて最初になんか設備投資例えばお店をなんか建てるでも最初は赤字じゃないですかうん ま赤赤字でその赤出すじゃんだ例えば、えー、じゃあ5億ぐらいの店を建ったとしてでそれで1日2日1年でまあ回収できるするのってまあまあ無理じゃないですか、うん、まあ、そういうことでしょ要するに分かりやすく言えば、うん、でもさ「年収あなたいくらですか?」って言ってさそんなさ初期の段階ってあなた一言も説明してないじゃん「年収68万です」とかってさ俺がね「ね年収あなたいくらなの?」ってきたら「68万です」っったら常に68万か。 に聞こえるじゃない普通に考えてそんな「ああそれ原価昇格とかやってるんだね」とかってそんな出てこないでしょ普通に考えてその言い方だったらあなたの説明が明らかにいけないですよねバカなのマジで、うん、まあ嘘だろうけどね <laughs> どっちにしろそんなね嘘だと思いますけどうん、うん、あなたなんてどうせ生ポだろうお前なんかずっと俺の入りあっいやあそろそろちょっと再入場始まってる再入場の、ね、整列始まってるんでいきます ということでお疲れ様でしたまあ多分取れないと思うけどねよいしょあ、鍵がない